毎度、教育ジムトです、今回の動画はちょっと世の男性諸君に物申したいなって思ってちょっと動画一本撮っていけたらなって思うんですけど、何かあったんですか？いや、何かあったからっていうわけじゃないんですけど、何、はい、だろう、まあね、今学生してる子とかはまだピンとこないかもしれんけど、社会人になってやっぱりこう親元離れる子がいれば、実家でまだずっといる子もいると思うんですけど、将来ね、結婚とかね、やっぱね、こうあるじゃないですか。あ、うん、その結婚観についてちょっと思ったことがあったから動画撮りたいなと思ったんですけど、はいはい、まあ、この結婚観についての話の前にこのカメラマンのマーシーがなんと結婚したっていう、はい、なんやそれっつって、ありがとうございますおめでとうございます。で、そのね、マーシーがあの結婚したって、新婚さんですよ結婚したからっていうもうあって、ちょっと今回じゃあこの動画ちょっと撮ろうと思って今ちょっとね、あの撮ってるんですけど、その世の男性に一つちょっと言いたいことがあるんですよ。絶対に社会人になったら最低1年は一人暮らししろ。なんでかっていうのも、実家いるとやっぱ母親、まあ、まあ家庭環境によってはねあれですけど、やっぱり自分以外の人が、まあ、家事やってもらえてる環境じゃないですか。そうですね、あの洗濯物にしろ、うん、まあ食事にしろ、まあ、洗い物ですよ、風呂掃除だ、いっぱいあるね、掃除とか、はい、ああいうのって実家暮らしだとなかなか自分でこう手つけないじゃないですか、うん、その生活しか経験してない人がいざ結婚ってなって、まあ言えばかの他人ですよ、うん、他人同士がね、家族になるわけじゃないですか、はい、でこうなった時にその世の男性はやっぱその実家の甘えっていう延長でそのまま結婚しちゃうと、うん、それが当然みたいな、あ、やってもらうのが、そう、やってもらうのが当然のと、なんかこう家事やってる人、ね、嫁さん、ね、妻がそうやってやるのが当たり前やろみたいな感覚になっちゃうんですよね。もうこれはでも仕方ないとも思うんですけど、はい、だからこそ僕はその世の男性、結婚ねしたいと思ってる人がいるであれば、最低1年、最低ですよ、うん、1年は絶対一人暮らししてほしい。一人暮らししたらやりたくなくても洗濯物溜まっていくんで、洗濯物回す、干す、はい、で飯食べる、食器洗う、作るのも手間ですし、掃除する、ね、この辛さを知れと。え、初の一人暮らしはいつですか？僕はだから大学卒業してから上京して花芽ジムの寮に住んでたんですけど、はい、まあ寮っつってもまあね、仲間もいますし、まあ自分で言えばやりますよ、うん、でもまあ楽しくじゃないけど、自分のことやってたけど、まあ寮でいるわけじゃないですか、はい、でもいざ一人暮らしになったのが本当、僕世界チャンピオンになってからすぐ寮を出て、はい、あの部屋借りて、うん、一人暮らししたんですけど、なんだろう、誰に褒められるわけでもないじゃないですか。洗濯して一人で一人暮らしして、洗い物食って、作って食って、洗い物して、わあすごいって言われることないわけじゃないですか。そう、別に当たり前のことなんですけど、うん、これ経験した時に、うわ、その母親ね、こう実家暮らしの時にしてくれてたありがたみをまず思いますよね、やっぱ学生の頃はね、そんな思ったこともないですよ正直。悪いですけど、やっぱりね、あの食べたい、お腹空いた次のでご飯あったかご飯出てきて、はい、ああ風呂入ろうって言ったらもう風呂沸いてる、うん、ね、ああじゃあもうね、もう風呂入って、ああじゃあもう寝る、何も自分苦労してないわけじゃないですか。そうですね。でも母親とはね、知る知らず誰にも褒められるわけなく、こういっそいっそとやるわけですよ。ご飯作って、洗い、食い終わったり風呂入ってる間に洗いもしてくれてとか、はい、そういうことをはすごいありがたかったなって気づけるのって一人暮らしした時だと思うんですよ。これをしろと、うん、やっぱ夫婦生活で家族家庭円満になるのはやっぱね、女性側がこうなんだろう、我慢すること多いと思うんですよ。でそれを男性は気づけてない人多いんじゃないかなっていう、そう、一人暮らししてない人はね、うん、やっぱ僕一人暮らししてもう4年か経つんですけど、やっぱ自分でね、ご飯作るっつってもまあ簡単なんで鍋とかしかやんないですけど、で洗い物やって、もう一番やっぱ洗濯ですよ、時間取られるんですよ。そうですね、うん、洗濯もマジで僕ね、やっぱ練習するか汗かく、走る汗かく、でまずもうかさむんですよすぐ
もう1日溜め込んだらもう次の日絶対ダメなんですよ。これを誰に褒められることなく黙々とやってくれる人、すげえもう感謝ですよ。すごいなって思うっていうのをマジでこの動画見た世の男性諸君、まあ結婚してる人も多分いっぱいいると思うんですけど、若い子もいると思いますし、はい、今せで結婚して生活してる男性の方はありがとうなーぐらい一言、なんかこうご飯作ってくれてありがとうとか、洗濯物もありがとうやで、なんかもう誰に褒められるわけないのにっつって、そういう言葉を投げかけてほしい。じゃあちょっと早速、うん、あ、僕がですか今あ、おかんに。そうです、そうです。出るかな、出てくれるか。あ、もしもし、今、おかんお風呂入ってるわ。あはははは、おねえ、おねえやった出たの。あ、おかん風呂入ってんねや。今、お風呂入ってる。あ、そうね。あ、いや、今な、うん、撮ってる、テーマっていうのが、うん、その、まあ、世の男性に、結婚とか考えてると思うんやったら、一回は一人暮らししろみたいな、こう、物申す動画を撮ってるわけよ。うん、で、まあ、なんでかっていうのも、やっぱ一人暮らしして、その大変さを分かったらやっぱ母親のありがたみ分かるよなっていう話をしてたんよ。だったらなんかマーシーが「じゃあ今電話してください」って言うから電話してんねん。どうぞ。まあでも俺も大学最後らへんとかもうお姉が家事やってたんで。あ、そう。そうそうそう、飯作ったりやってたんで、まあな、誰にも褒められるわけない、家事とかなやって大変思うけど、まあ頑張ってくれ今も。なあ、うん、頑張ってくれ。俺はいい嫁さん見つけるから。ハハハハ。え、何て言うんですか。ハンさんが来ます。あ、でも1年ぐらいじゃないですかね、お姉とは。1年2年ぐらいか、俺が実家を時にその家事とかやってたの、飯作ったり。1年ちょい、そんな長くはなかったの。そんな長くなかったの。うん、まあまあ頑張ってくれ。それだけ。まあそんなことがあったっていうのをお母さんに言っとって。うん、感謝してたわあいつって言っとって、いつも、うん、ありがとう言っとったっつって、オッケー、うん、それだけ。またまた、はーい、はーい、はーい、まさかの姉出るっていうね。うん、でもほんまにね、あ、誰に褒められるね、すごいって言われることのないことを黙々でやってる人はすごいなって思うから。けどその立場に、ね、なってかわかんないそう、うん、なんか当たり前と思ったらあかんなって思いますよね。うん、なんかよくね、男がこうお金稼いで、お前俺が稼いできてるからこうやって飯食えてんねやろっていう人いるじゃないですか。それはダメだなっていう、家庭守ってるのはやっぱね、多分奥さん嫁さんだと思うんで、それやっぱせいでね、仕事行けるのはやっぱ奥さんがそうやってこう支えてくれてるからこそ家庭が成り立ってると思うから。まあ僕ね、末っ子で僕は結婚経験ないんで、ね、やっぱ結婚してみていろいろ気づくことあると思うけど、将来の嫁さんにはね、すごい感謝して、やれることやりたいなって思いますよね。まあ毎日手伝ってからできないですよ多分、うん、だけど、うん、感謝はしたいですよね、うんうん、やれることは手伝いたいと思いますし、うん、だから今回の動画は世のその男性見てくれてる人に、うん、一人暮らしは最低1年経験した方がいいっていうのと、なんでなこうやって撮ったかっていうのも僕のこの思いが、まあ、伝わってくれれば、その今家庭持ってる人は奥さんにね、うん、京口がこうやって言ってたからちょっと言わなあかんのはな、ありがとうぐらい言ってもらえたら嬉しいですね。お母さんに対して。そうですね、母親にも、まあ、ありがとうねみたいな、こうね、育ててくれてみたいな、うん、伝えてくれて、それ言われたら感動するんですね。嬉しいですよね、うん、だからまあ僕は今回ちょっとそういうことを言いたかったから、うん、たまにはこういう動画もありですね。そうですね。だからね、コメント欄とかでなんか伝えましたとかでもいいですし、はい、うん、なんか感想っていうかね、コメントしてくれたら嬉しく思うので、うん、今日はこの辺で終わりたいと思います。じゃあ